はい、ではエビダン東京サンキューさんにインタビューをしたいと思います。くつろいでらっしゃいますね。こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、エビダン東京サンキューさん、これからライブをしていただくんですけど、まず自己紹介をお願いします。鹿児島県から来ました吉田仁斗14歳です。よろしくお願いいたします。はい、はい、和歌山県から来ました塩崎大地です。よろしくお願いします。東京都から来ましたゆうとです。よろしくお願いします。はい、一応東京都から来ました志村レオです。よろしくお願いします。アレンです。よろしくお願いします。板垣瑞希です。よろしくお願いします。ジャンカイドです。よろしくお願いします。今日披露していただく曲についてお伺いしたいと思います。チャンバラヤバラバはですね、すごくライブで盛り上がれる曲で、そのサビは早口で大変なんですけど、すごくこう歌い終わった後にスカッとする曲なんで、すごく好きな曲です。ケモパン世界タイトルマッチは大人の方から、ね、ちっちゃい子までもう本当に楽しめて、踊りも結構簡単なんで、みんな楽しんで踊ってもらえたらなって思ってます。ライカースターはチャンバラヤとケモパンとは違ったまた大人っぽい曲です。はい、かっこいいです。ですね、週に3回ほどエビダンのレッスンにも通っていて、でたくさん練習をして、まあ、本番に向けてさっき言ったチャンバラヤやケモパンライカースターのようにその練習をたくさんやって、まあ1日2時間ぐらい家でも練習してきると思うんですけど、まあそういった感じで練習しています。ありがとうございます。皆さんの特技があるというふうにちょっとお伺いしてるんですけれども、ちょっとその特技を教えていただきたいなって思うんですけど、大丈夫そうですか？前に出てきてもらって。これは特技はまず何ですか？アルプス一万尺。アルプス一万尺早い。得意じゃないし。得意っていうかね。お、はい、じゃあ、はい、じゃあ行こう。お願いします。せせせーのよよい。アルプス一万尺小槍のアルペン踊りをさ、踊りましょう。ありがとうございます。あとは特技がダンスということで、これダンスは誰がやってくれるんですか？これです。はい、ブレイクダンス。ブレイクダンス。はい、じゃあ暴いよ。ブレイクするか。ブレイクする。ブレイクするか。こっちこっちこっち見てて。失敗したら面白い。おっ、ありがとうございます。これもブレイクできる。あれです。お、お、緊急は、お、緊急入った。緊急入った。じゃあ下がりましょう。下がりましょう。ブレイク、ブレイク、ブレイク。はい、お、どうぞ。2回ぐらいもある。おーぐらい。すげえ。キングポーズがレオを落とした感じがありました。お、ライバル。おー、すごい。はい、はい。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと質問にまた戻りたいと思います。先輩方で、まあ、エビダンで活躍している方々いると思うんですけれども、その先輩たちをこう見習ったりとか、こういうお手本にしたいなっていうところはありますか？そうですね、やっぱエビダンの先輩方はエンターテイナーとして、やっぱプロの中のプロなんで、まあ、そういうところも見習いたいですし、ディッシャンとかめっちゃねめっちゃすごい面白いライブとかするんで、まあ、そういうのを見習っていきたいです。いきたいです。なんだろうな、僕はいろいろいるんですけど、ジャクソン5とかかっこいいし、すごい上っていうねあとはシークレットベース歌ってるゾーンとか、うん、ありがとうございます。これワンダイレクション僕好きです。まあ、今後は、まあエビダン東京サンキューのみんなと、
もう頑張ってライブしていったりとか、まあ、デビュー目指して頑張っていきたいと思います。イエー。